サンフアン、サンフアンはアメリカ合衆国ペルトリコ島の北東部に位置する市、プエルトリコ自治連邦区の成長所在地であり、最大の港湾都市、人口は43万3733人、2004年推計で全米42位である。郊外の諸都市を含めた都市圏では人口約130万人を数える。これは島の人口の約1、3にあたる。 2014年現在のサンフアン市長はカルメンユーリンクルス。貿易、観光両面において重要な港湾を持つサンフアンは島の産業、経済の中心である。また、長い歴史とビーチを持ち文化の中心、観光の拠点として担う役割も大きい。サンフアンはスペイン語で西洋派根を意味する。プエルトリコに最初のスペイン人、 フアン・ポンセデレオンが入植したのは1508年で、ある。当時は、島ではなく、入植地を、豊かな港を意味する、プエルトリコと呼んでいた。サン・フアンは1521年に建設された。当初は、クリストファー・コロンブスが、聖ヨハネにちなんだ、サン・フォアという名とスペイン人入植者が後から付けた、プエルトリコを合わせて、サン・フアン・バウティスタ・デ・プエルトリコ、サン。 ホアバーティスタでプエルトリコプエルトリコの洗礼者聖ヨハネという正式名称で呼ばれていた。1746年頃、プエルトリコは島、プエルトリコ島を三、ホアバーティスタは都市サンフアン市をそれぞれ区別して指すようになった。スペイン植民地時代は都市の住民の多くはビエホサンフアン、西ベジェーホサンフアン。 古いサンフアンと呼ばれる地域に住み着いた。ビエホサンフアンはサンフアン島、イスレッタでサン、ホアの西半分を占めている。サンフアン島は122キロメートルの小さな島で、本島とは橋で結ばれている。労働者階級の住宅地が広がり、就朝者をはじめとするプエルトリコの中央館長が立ち並んでいる。ビエホサン。 フアンの建造物の多くは16世紀から17世紀にかけて建てられたものである。地区内の随所には、史壁や鳥をはじめとする歴史的な建造物が現在も残っている。代表的な建造物には次のようなものがある。今日では、ビエホさんフアンは、市の歴史地区として観光名所になっている。また、世界遺産、文化遺産にも登録されている。 登録名は、ラフ・ホルタレサとプエルトリコのサンフアン歴史地区である。植民地時代、サンフアン港は、スペインとスペイン領はアメリカを結ぶ中継地の役割を果たし、スペインの航路システム上において重要な港であった。しかし、それゆえに列強による攻撃を受けることも多かった。イギリスは1595年と1598年の2回にわたって、 サンフアンを攻撃した。最初の攻撃を受けた際には防衛に成功したが、二度目には占領された。しかし指揮官の疲弊と病気により、イギリスの占領は長くは続かなかった。ついで1625年、このサンフアンの街を攻撃したのは、オランダであった。その時には、サンフェリペデルモーロトリデが、オランダの軍勢の前に立ちはだかり、防衛に成功した。 1797年にはイギリスが三度攻撃を仕掛けてきたが、その時も防衛した。このような状況の中で、18世紀後半から19世紀初頭にかけて、サンフアンはスペインとの自由貿易を通じて成長を続けた。1898年、アメリカ合衆国は、米西戦争中にサンフアンを爆撃し、占領した。アメリカ合衆国は、 この戦争に勝利したことでプエルトリコを領土にし、スペインの統治は終わりを告げた。20世紀に入ると、市は、ビエホサン、フアンの市壁の外側、さらには、プエルトリコ本島にまで広がった。ビエホサン、フアンの南側や東側に、すでに存在していた、入植地をも飲み込んで広めを続けた結果、サンフアンは地域ごとの多様性に富む都市へと変貌した。 ピエホサン、フアンの東には大西洋のビーチに面し、ホテルやコンドミニアムが集中するコンダド地区が位置している。コンダド地区の南は住宅街であり、コンベンションセンターを抱えるミラマール地区である。市の南側にはリオピエドラス地区の住宅街が広がる。1850年代にサンフアンとは別の町として建設されたが、 1951年に合併され、現在では市の一部になっている。同地区は島内に11のキャンパスを抱えるプエルトリコ、大学システム最古、かつ最大のキャンパスであるリオピエドラス港の所在地である。アメリカが衆国本土の多くの都市圏同様、交通渋滞は大きな問題となっている。対策として、サンフアンにはトレウルバノという都市鉄道が運行されている。 サンフアンは認知している。アメリカが集国統計局によると、サンフアン市は総面積 199.28km である。このうち 123.85km が陸地で 75.39km が水域である。総面積の37.8%が水域となっている。欠片の気候区分では、熱帯モンスーン気候、アムに属する。 市の玄関口となる空港は、ルイスムニオスマリン国際空港である。アメリカ合衆国の各都市をはじめ、中南米諸都市、ロンドン、マドリッドなどへの航空機の便がある。サンフアン港はプエルトリコで最も重要な港である。同港は貿易港として、サンフアン、ひいては、プエルトリコ全体の産業、経済を支えている。また、同港は、 クルーズ観光港としても重要である。ルイスムニョスマリン国際空港に近いため、クルーズ会社のビジネスに有利であり、フロリダ州、メキシコ、ベネズエラやカリブ海の島々へ多数のクルーズ船が同港から出港している。サンフアンは、プエルトリコ島内の週間高速道路3本すべてが集まるハブである。PR1 号線は、島の中央部を通り、 山間部を縦断して、南海岸の主要都市ポンセシへと通ずる。PR2 号線は、北海岸、西海岸を大きく回り、ポンセシに至る。PR3 号線は、東海岸を、ふまかお島で走っている。2004年には、トレフルバーノという都市鉄道、地下鉄が完成している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。